第13号型総海艇は、日本海軍の総海艇。同系艇4隻。海軍省が定めた、艦艇類別等級別表では、第13号から第18号までの6隻を、第13号型としている。なお、第13号、第14号を、第13号型、第15号、第16号を、第15号型と分ける文献もあるが、ここでは一括して扱う。 当初は1931年度の1計画で6隻が計画された。前型の第5号型総海艇の改め型と呼べる体であるが、その頃設計された他の艦艇と同じく幅広で浅き水の船体に過大な兵装を装備し、復元性能に問題があった。第13号の乗員が上艦班に集合したところ、艦が不安定になるほどだったという。 当初の計画通りに完成したのは13号、14号の2隻。1934年に発生したともつる事件により7月まで、呉海軍交渉で復元性能改善工事を実施し、環境を一段低める煙突やマストも低くする、官邸にバラストキールを装着するなどの階層を施した。このため速力は19ノットに落ちたと言われる。建造中の 第15、16号は同様の改正を施し、巡航した。また気候前の2隻は、設計を改め、第17号が多層改定として巡航した。太平洋戦争には4隻とも、参加、13号、14号は、初戦の攻略戦の際に、陸上砲台からの砲撃で、喪失、16号は1943年に、航空機の攻撃を受け戦没した。 第15号は、対戦後半に、機銃装備を実施、昭和19年9月の時点で、全部12センチメートル砲を撤去し25ミリメートル、機銃連装1機を装備、その他単装5丁、13号電単1機を装備した。また、対戦兵装も強化され、94式爆雷投射機1機、81式爆雷投射機2機、93式水中超音機1機、 水中上温機に水流服を装備となっている。その後第15号は1945年に潜水艦の攻撃により戦没し全提失われた。ありがとうございます。